ガンボな庭悪道編は、原作、田島隆作画、東風隆博による日本の漫画作品。イブニングにて2013年21号から2017年18号まで連載された。極悪ガンボ、月光ガンボに続くシリーズ3作目で続編。単行本は、全九巻。連載当初は、ガンボ、な庭悪道編のタイトルであったが、途中から、 ガンボナニュアークド編に変更された。前作では、広島を舞台としていたが、大阪に舞台が移されている。原作者の田島によると、舞台が大阪に移された理由は、国悪ガンボの頃のような上昇志向の主人公、神崎を描きたくなったからだという。田島が生まれ育った呉市は海に面しており、海に愛着があることから、大阪の中でも海が身近な泉州地域から話を開始させた。 田島は第1話に登場する、だんじり祭りと先週地域等を実際に取材しており、親近感が増したという。作画の東風は連載開始当時、大阪に住んでおり、だんじり祭りに10回ほど行ったことがあった。通常の原稿では背景をアシスタントに任せることが多いが、だんじり祭りのページは一人で一気に描き上げたという。大阪という街はいろいろな顔があり、 リアリティをしっかり描いていきたいと語った。月光願望のラストで、畑所長の死によってその磁場も受け継いだ、神崎守。そこに待ち受ける旧来の事件やや闇社会の勢力争いの中で、フィクサーへの道を突き進んでいく。マガヒトシか講談組、ありがとうございます。